では再開していきます。ポケモンレンジャーバトナージ実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチです。前回プエルタウンに到着し、この右上のね、この赤い機械を壊して、とりあえずこの中央広場みたいなところはなんとかしました。ただまだね、他の場所にいろいろと解決しなきゃいけない場所がありますので、やっていきたいと思います。なんかね、電気2の力を持つポケモンの協力が必要そう。あれ、こっちは緑だ。あれ、このマシンの色違ってる。別の種類かしら。これは燃やす2が必要。炎よ。炎よ。何これ。炎が2必要。で、これ電気のあれなんだよね。え、どこに炎ポケモン？ガーディーって。ガーディー炎1じゃない？ガーディー炎2だわ。ガーディー捕まえよう。ガーディー！ガーディー！表が物騒だから家の中でじっとしている。それが正しい。映画の撮影か何かか？街ぐるみの映画撮影とかどんな映画だよな。そんなわけあるか。もう一匹ガーディが来てほしいんだが、いなそうかな。これなんだ、編集者。レンジャーさんお疲れ様です。アルミアタイムズのバックナンバーでこのところの事件を振り返ってみますか。奥の本棚に揃ってます。次から次へと事件が起きる。君のところのクラム君、新聞記者として採用したいくらいです。そうなんだ。あ、バインダー、何も入ってないって書いてあるんだけど。え、何も入ってない。左から2番目。あ、ボル3、ボル4。あ、これは後でいいや。なんか、そのうち読もう。覚えてたら。クラム先輩、レンジャー辞めても、就職先が見っかったよ。レンジャーってほらさ、これ完全に肉体労働じゃん。だからさ、多分年齢とともにきつくなってくると思うんだよね。絶対に。多分ね、30、40代とか40代後半になってきたら多分きつくなってきたら、そしたら新聞記者に転職するかもしれない。で、ガーディーが燃やせる。燃えろ。こりゃー、火の粉。ガーディー、バイバイ。で、もう一体いるかな。さっき来たガーディーをもう一回捕まえるっていう。はい。ということで、ガーディ2体目を使って、燃えろす。燃やす。燃えろす。はい。これで、多分緑色の装置は全部 OK。あと、青い装置があったんだよね。あ、赤い装置は炎タイプだから水か。で、緑色が草タイプだから燃やすか。そんな感じな気がするな。とても怪しいやつ。ドカリモの反応がなくなったから来てみれば、ポケモンレンジャーが2人も。くそー、あいつら、ドカリモぶっ壊しやがった。リーダーに知らせなきゃ。逃げるんだよー。追いかけるんだよー。ドカリモ？確かにドカリモって聞こえたけど、怪しいマシンの名前のこと？この怪しい人たち何を企んでるのかな？追いかけてみよう。で、ここにいたやつらがいなくなってる。で、多分水色は水タイプだから草じゃなくて電気なんだ。エレキットって電気じゃない？エレキットが電気2だね。電気2だ。あれ？エレキット、エレブ、エレキブルってなるんだったら別に電気3でも、電気1でもおかしくないんだけどな。キャー！大変。橋本のおじちゃん。今助けるぜ、ロッコちゃん。ロッコちゃん？この橋本さんがクリアもう大丈夫だ。そりゃ無理だ。くそー。スーパー橋本ジャーンプ。え？ロッコちゃん怪我はねえか。もう心配いらねえぞ。なんだってこいつら急に襲いかかりやがった？でも、火はいないぞ。さて。飛び込んだのはいいが、この後どうしたもんか。大変。早く助けなきゃ。ちょっと待って。ガーディ。ガーディいない？さっきのところ戻って捕まえてくるのが早いか。ここら辺のポケモン全部おかしくなっちゃってるからダメだよね。あれ、これエレキット。どっかにガーディいない？
コリンク。これさ、確実に人んちのポケモンだよね。でも、この地方は確かモンスターボール禁止なのかな？普及してないのかな？どっちかわかんないけど、確かそんな感じで、モンスターボールにポケモンを入れるっていうことがなんかあんまり良くないんじゃなかったっけ？だから、ポケモンと一緒にいる人たちは別にいるけど、なんかこう、モンスターボールに入れてるわけではないっていう設定だった気がする。これ初代から引き継がれてるはず。わかんないけど。どうしよう。ガディ、どうしよう。ガディ、どっかから持ってこないと。とりあえず、ここの電気を、ここにも、これでも開けとかないとダメだよね。これ開けとかないと。よし、ちょっとじゃあガーディーとエレキッド捕まえてきます。カットでーす。ここにもいるやん。よし。で、これをエレキッドに壊させる。はい。はい、ドーン。バイバーイ。収まっ、うわ、ビーダル4体が。これでここも大丈夫だね。ありがとう、レンジャーさん。大丈夫だった？怪我はない？俺としたことが面目ねえ。さっき怪しい人たちが港の方へ歩いていった。追いかけよう。港はプエルタウンの東。ロッコちゃん、イオリっていうお兄ちゃんがいる。イオリ、仕事でほとんど帰ってこれねえんだが、だからこの橋本さんが大きいお兄ちゃんがあるよ。じゃあ、私はこの子を家まで送り届けるよ。ありがとな。あれ、イオリって、あれ、スクール時代のあれじゃない？ガリベンくんじゃない？ガリベンくんって言ったらあれかもしれないけど。似た子だよね。ビーダル。東って、これ違う。ここか。ありがとう、レンジャーさん。おじいちゃん、なんとお礼を申し上げたら、ロッコを助けていただいたそうで。うん。ということで、東側に向かおう。どこだ？港、ビーダルたちが塞いでたとこか。こっちか。一応セーブポイントがある。行こう。あ、またここもおかしくなってやがる。ペラップ、あれ？この中か？え、誰もいねえ。いいの？問題ないのか？え、ボート？え、誰もいない。あ、ここ行けるじゃん。普通に真ん中行けるじゃん。怪しいやつら。黄色って地面タイプじゃないと。怪しいレンジャーたちがドカリモを壊して回ってやがるぞ。だいぶ怪しいやつ。ドカリモが重たすぎて時間かかったせいだな。でもまあ実験のデータ少し集まった。無駄なトラブルを起こさずここはひとまず戻るべきだな。実験って何？どうする？このままじっとしてるわけにもいかないし。一か八か話を聞いてみましょう。準備はいい？ OK。あやめら、何やってる？あなたたち何者ですか？そのマシンについて詳しく聞かせてください。実験って何のことなの？てめえたち、ドカリモを壊し、で、ドカリモの壊し屋か？物を大切にしろ！俺たちはな、闇闇団と言ってたな。世界征服をためらった悪の組織。だいぶダサいな。今回このドカリモってマシンでな、ポケモンをな、うまくコントロールできるかのな、実験をな、喋りすぎだ。お前喋りすぎだろ。しまった、親切すぎた。聞いたことを忘れさせるためにこいつらやっつけるしかない。闇闇団の力を見せてやる。いけ、コラッタたち。コラッタ4匹。闇闇団のコラッタたちだ。とりあえず、パッチ。はい。あ、落とす場所間違えた。はい。オッケー。
っていうかこのまま囲んだ方が早い。はい、オッケー。よーし。なんかね、ノーマルガードをつけたおかげでね、3以下のダメージ無効化しちゃうんだよね。ダメージ効かないっていう。だからあんまり強くない。なんかゼロになるんだよ。今のは油断したが、今度は本気で行くぞ。行け、ドクロッグ。ドクロッグはちょっと強いんじゃない？ボスだ。闇闇弾のドクロッグ。ドクロッグ、スピアは虫か。タッチして引っ張って離す。ノロノロにする。虫タイプだからな。別にそんなに。ああ、毒強、毒強、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 強。びっくりするぐらい強かった。どうしよう。スピア使ってみるか。タッチして引っ張って、ビョーンと。ビョーン。ビョーンと。ほい。ほい。移動速度が低下してっても、そんな端っこにいたら捕まえにくいでしょうが。いけ、パッチ。うん。毒格闘は、電気の通りはいいはず。てか、これ、毒で、電気でさ、ハマるじゃん、ゲージ。はい、オッケー、おしまーい。電気やっぱ強いね。ゲージもたまる。ポケアシスト毒に壊すがついてる。ちょっとだけ強かった。ほら、いけ。もういい。時間の無駄だから、ひとまず退却。このドカリモだけはアジトに持って帰るぞ。めちゃくちゃ重いけどな。あ、持って帰ってった。待ってー。あー、船で行っちゃった。おいおいおい、くっそ、あいつらまさか海からボートで来てやがったとは。まあ、港町だから全然あり得る話だよね。足が橋を上げても無駄だったってことか。だけど心配はいらねえ。足こう見えても泳ぎは得意なんでね。すぐにとっ捕まえてボートごとあんたらにプレゼントしちゃうぜ。とにかく足に任せろって。やめとけやめとけやめとけ、海は。スーパー橋本ジャーンプ、行っちゃった。ザブーン。もういいよ。飛び込んじゃった。サンダル口に加えて大丈夫かしら。ポケモンが静かになったんで釣りにやってきてみれば、サンダル加えた橋本さんが沖に泳いでいくじゃないか。何があったんだい？それを平然と見守るあんたやべえな。日常風景なのか。ボートで逃げる怪しい奴らを追いかけるって言ってもちょっと心配です。ああ、なるほど。足に任せろって。っていうのもいつものやつね。ほっときゃいいよ。泳ぎが得意と言ったってボートに追いつけるわけない。しばらくしたら戻ってくるよ。ほんとだ。無理っす。潔い。プエルタウンの名物は潮風とこの橋本さんだ。橋本さん無事でよかった。こんな危険なミッションは実は私も初めてなの。レンジャーベースに報告すること、いっぱいできちゃったね。ボイスメールしながらビエンタウンに帰りましょう。もしもし？ラッター？なんかこのラッターむちゃくちゃ強かったんだけど。むちゃくちゃこいつ強かったんだけど。ここら辺なんかあるかな？なんもなさげ？基本探索らしい探索はあんまりしなくてもポケモンレンジャーなんとかなるから。とりあえず町に帰ろうか。ということで、カットでーす。ん？レンジャーさん、この俺を見てくれよ。あし、汗びっしょりでヘトヘトさ。帰るよ。この先の森の中に怪しい奴らが木箱を捨てていきやがった。邪魔だし見た目も悪いからバラして片付けたんだけど、もうおじさんの体力限界、バトンタッチしてくれないか。おーい、ちょっと帰り道にクエストがあったのでちょっとそれをやろう。木箱は残り2つ。木箱か。なんか壊せる人いたっけ？ちょっとやってきますね。木箱2つとも壊しました。スピアがね、怖さだったから、ちょうどよかったね。これで全部のよう、依頼人に報告しよう。報告しに行く系もあるんだね。ものによってはなんか、相手が来てくれるのもあったからさ。場所によっては報告しないといけないんだ。はい、片したよ。この森の美しさは守られた木箱2個で。木箱2個壊しただけで森の美しさが阻害されるっていうのどうなの？ 2 個あるだけでね。よし、これで。クエストクリアを確認、ボーナスオプション、パワーアップデータ。
どん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 パワーアップデータを集めておく必要があるな。バグガード。これ虫でしょ。これは虫でしょ。虫ダメージマイナス3。これさ、1ってついてるってことはさ、これもしかしてバグガード3個とかあるのかな？めちゃくちゃクエストいっぱいあるってことなのかな？それとも、でもお金の概念はないから、どうなんだろう？お金の概念はないから買うっていうのはなさそうだし、かといってね、クエストがむちゃくちゃいっぱいあるのかって言われるとちょっと微妙な感じもするが、クリア後の要素とかになるのかな？嘘8。ちょっと帰ろう。カットです。よし。じゃあ、ビエンタウンに戻ってきましたと。報告、オイル？元気してた？めちゃくちゃバラしとるじゃん。戻ってきました。おう、ご苦労だった。ラクは？なんだか元気がないな。さっきボイスメールでお話しした通り、闇闇団と名乗る奴らを5人とも取り逃したことと、あいつらがトカリモと呼ぶ謎のマシンを1台持ち去られてしまったことが、くよくよするのは新人と2年目がこれだけやってくれれば十分だ。そんなことより闇闇団、一体何者なんだ。とにかくお前ら2人ともミッションクリア。よくやった方だ。ミッションクリア。今、ドカリモとやらを、シンバラ教授とエレナとで分解している最中だ。え？ドカリモじゃなく、ん？ドカモリじゃなくてドカリモ？え、気づかなかった。まあ、ドカだけ合ってりゃいいよ。疲れただろ？そろそろ休むか。あ、ごめん、休みます。休む。休まして。お疲れさーん。お疲れーす。次の日。え、家近いのにさ、レンジャーベースで寝泊まりするの？家帰らして。エレナが徹夜でドカ盛りを分解してくれた。何？ドカ盛りじゃなくてドカリモ。そんなことよりビッグママがミルクプリンを差し入れてくれたぞ。食べろ食べろ。あー、ミルクプリンだ。ミルタンクからのお礼よ。元気が出るわよ。ミルクプリン食べよう。お前にも？何も喋らないそいつにはスプーンでも加えさせとけばいいんです。そんなこと言うもんじゃないよ。彼が一番腹ペコの顔してるじゃないの。オイルって言ったっけ？さあ食べ。私が食べさせてあげるから。ほら、美味しいでしょ？はい、もっと、そうそう。噛まなくていいから。ほらほら、こぼさない。足りなかったらいくつだって持ってくるわよ。いい人じゃないか。こんな俺に。俺。ビエンの森のあの火事は俺のせいなんです。俺不器用だからドカリモの燃料をこぼしてしまって、プラグの火花が燃え移ってあっという間に燃え広がり、俺だいぶ前に名前も知らないやつに金になる仕事があると言われて引き受けたんです。ドカリモが何なのか、あいつが誰なのか、俺何にも知らなくて、すいません、ごめんなさい。うまかったです、ミルクプリン。う縛られたままじゃ涙も拭えないわね。おい、ブッチン、オイルのロープほどいてやれ。うん。ビッグママさんの優しさに、俺、なんだかお袋を思い出しちゃって。ロープほどいてあげて、私じゃ無理そうだから。え？やだ。断れん。断れん。俺。ちょいきつめのぐるぐる巻きはほどくのも大変そう。私も手伝うね。グイグイグイ。エレナさん、なんか工具があれば。切れ、もうロープを。グググググ、パチン。届けた。ていうか、切れた。さすが分解上手のエレナさん。自由だー。調子に乗らないの。よーし、休憩終わり。ビッグママ、プリン、ミルクプリンごちそうさま。それと、オイル。お前はもう自由だ。よく洗いざらい喋ってくれたな。お前は何者かに利用されていただいただけ。そして、その何者かがどうやら派手に動き始めたようだ。その名も闇闇団。念のため、この辺りをパトロールに誰か。ぐっち、行ってきてくれ。はーい。よかったな。怪しい仕事はもうこりごりです。本当だよな。居住、どうする？もう少し調べてみないと何とも言えんな。なんだか最近いろんなことが起こりすぎている。さーて、家に帰ってご飯作るとしますかね。おー、お母さん行っちゃった。ぶちゃ、パトロールをよろしく頼む。今日は私の工具が大活躍。オペラスタースタイラーの充電、はい。
行ってきまーす。彼がオイル臭い理由が分かったわね。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパーツでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。